NHK シンフォニーホール、今日は7月の NHK 交響楽団定期公演からお聴きいただきましょう。曲目はストラヴィンスキー作曲舞踊音楽カルタ遊び、ヒンデミット作曲室内音楽第4番バイオリン協奏曲作品 36-3 の2曲。指揮はフェルディナント・ライトナーさん、独奏バイオリンは牛尾田雅子さんです。ストラヴィンスキーのカルタ遊びは1936年、54歳の時の作品で、翌年の4月、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で作曲者自身の指揮、バランシーンの振り付けによるアメリカバレエ団によって初演されました。ストラヴィンスキーの新古典主義時代の作品で、3ラウンドのバレエ曲というサブタイトルが付けられています。舞台では踊り手はトランプカードに扮して踊ります。緑の布地のかけられたテーブルの上で行われるポーカーのトランプカード。いつでも好きなカードに変わることのできるジョーカーのせいで、勝負はいつも大混乱。第1ラウンド、第2ラウンド、そして最終第3ラウンドでは、ジョーカーは勝ったかに見えましたが、ハートのロイヤルフラッシュの手によってついに負けてしまう。トランプ好きのストラヴィンスキーはこのように説明しています。では、ストラヴィンスキー作曲の舞踊音楽カルタ遊びをお聴きいただきましょう。ライトナー指揮、NHK 交響楽団の演奏です。
Thank you.
ストラビンスキー作曲、舞踊音楽、カルタ遊び、ライトナー式 NHK 交響楽団の演奏でした。